今日もラブコエリナンです。エリコです。今日はですね、はい、あ、まず、グミイチゴ飴、はい、1万再生しました。おー、すごい。やばい。初の通常動画で、1万再生超え。そう、まあ、大体ね、もういろんな人の関連から来てくれたり、その有名な方がいっぱいやってくれたから、うん、あと検索、やっぱえ、グミイチゴ飴ってなんなんって人結構いて、うんうんうん、40% 検索できてくれてるから。ああ、そうなんだ。っていうわけでですね、1万回行ったんですよ。いや、まさかね、そんなことになるとは思ってもなかったんですけど、ちなみにショート動画はもうちょっとで190万再生ぐらい。おお、すごい。いかつ、いかつっていう感じでですね、まあ、いろんな方がやってくれたんですけど、はい、最近エミリンさんとテンチムさん、うんうん、コラボしてまして、うんうん、やってくださったんですよ、うん、やっぱりリンゴとかね、うんうん、まあ大失敗、うん、もうねビヨーンになって。でもあれあるあるかもね。あるあるかも。ああいうのよく見る、うん、ビヨーンってなってくっつかなくなってくっついちゃったとかっていうのは、うん、あるんですよね。なんか結構コメントとかでも多かったんですよ。っていうわけで今回はもうおさらい兼ねて、はい、しかもいろんなフルーツ、シャインマスカット、これみかん、これ丸ごといこうかなと。お、いいね。長野パープル。長野パープル、皮ごと食べれる種のないブドウ、はい、最近はちょっともう見なくなったイチゴが見つかったんで、うん、イチゴもちょっとやろうかな、はい、ちょっと色味的に。で、グミは桃。桃、はい。というわけで、いろんなフルーツバージョンという感じで、ちょっとエリコにね、おさらいというかやってもらいます。ちょっとね、いろんなフルーツでやるときのコツとかをね、うん、話していけたらと思います。はい、お願いします。はい、というわけでキッチンに移動。はい、じゃあフルーツ洗っていきます。いきます。で、まあこれの一個ポイントとしては、はい、水気をよく切る、洗った後。なるほど。水気をよく切るまでやっていきます。おーい。切りますよと。これはストロベリーフィッチさんに教えてもらったんですが、はい、この辺ちょっと残ってるぐらいの方が刺さりやすい。そう、ちょっと味が嫌だからなるべく、ね、なるべく切る。まあ、イチゴないんだよね。うーん、これはね、北海道のイチゴなの。へえー、まだ寒いから。まあもう暑いだろうけどね。ギリギリ結構多かったのよ。他のフルーツでもやってくださいってコメント。うん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 。はい。そしたらこれを串に刺すんだけど、その間にグミを溶かしていきたいと思います。うわ、きた。うん、まあ、でこれの溶かす時のポイントが、はい、なんかよくさ、こう白くなっちゃってる、空気が入って白くなっちゃってるような人とかがいたりするんだけど、うん、あのここではほとんど触らないで溶かした方がいいです。なるほど。このまま放置してちょっと溶けてきたら、はい、ちょっとかき混ぜるぐらい。うん、そうそうそう。これを放置している間に串を刺します。はい、おい、時間が効率的なんですね。うん、そうそう。串を刺すときに、はい、何回もこうやってやると穴が広がっちゃって、うん、あの抜けやすくなっちゃうので、うんうんうん、一発で入れる。なるほどね。で、ちょっと刺すときの細かいポイントで言うと、はい、粒の大きさ揃えて刺した方が、うん、こういう感じ。ちっちゃいのはちっちゃいの、大きいのは大きいので刺した方が、グミをつけるときにこの凹凸が少ないから、うん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 、あの均一につきやすい。なるほど。で、粒を揃えて同じ串に刺すとやりやすいです。すげえ。お、いちごも2連にするんだね。2連に。ちょっとあのこの時期のいちごは小さいんで、うんうん、なんか前さ、そのバズった動画では丸ごと1個使ってるんだけど、うん、あ、1個だけ、うんでやってるんだけど、あれはスカイベリーっていうさ、うん、めっちゃでかい、ね、めちゃめちゃでかいイチゴ使ってるから1個
でも大きいイチゴで1個の方が実際つけやすいといえばつけやすい、うん、これどうなんのか気になるね。これちょっとつけづらそうだね、あのこの皮が薄いから。うん、あそこはねリコの腕でどうにかしてくださいよ全部のことで言えるんだけど、はい、上は貫通1回でもさせない方がいいです。おい、あの貫通1回ここが貫通しちゃうと、うん、あのこうやって持った時にズルって落ちやすい、ね、からここは貫通させない方がいいです。なるほど、はい、はい、でこれ今はまだ触ってないんですけど、うん、この周りから溶けてきて、うんうん、ボウルに面しているところがちょっと溶けたかなっていう感じ、うんうん、あの前回の動画でいうパンテン状態になったら、うん、ちょっとなんか定規ひっくり返すぐらいの感じで、はいはい、天地返し、天地返しします。はい、でこれであの上になってたやつとかも溶け始めるんで、はいはいはい、そしたらまた触らず放置します。これでまた放置、このぐらいで、まあ、ちょっとつばるかなぐらいになってきたら、うん、火消しちゃって余熱でゆっくり、なるほどね、完全に溶かしていきます。もうほぼ溶けてるね、うんうんうん、で今これさちょっとしか混ぜてないのに、うん、ちょっとだけ気泡があるじゃん、はい、これをめっちゃ混ぜすぎると白っぽくなるぐらいなっちゃうんで、この気泡はなるべく作らないようにやるとこんだけ綺麗な色で、なるほど、綺麗でしょ、綺麗、透明感のある感じで液ができるので、なるほどね。でそしたらもうつけていくんですが、はい、おなじみの氷水を作っていきます。はい、でこの氷水を作る時も、はい、氷が結構少ない人が多くて、はいはい、キンキンに冷えてやった方が固まりやすいので、うんうん、もう入れすぎぐらい氷を入れちゃった方がいいです。キンキンに冷やします。はい、まあ、まずじゃあイチゴから。おなじみ、そう、イチゴの二連の時はちょっとボール斜めにして、うんうんうん、こうたまりを作ってそこにぐるっときたー、で一発でつけるとそんなに液も泡立たないから、うんうん、やって、でこう下伸びるでしょ、うん、この下を、はいはいはい、余分につけないってことですね。そうそうそう、になったらこう均一に綺麗綺麗につくんで、これを氷水に入れるんだけど、うん、この氷水ですぐ手離しちゃうと、うん、あのボールの下にくっついちゃうので、はい、ちょっと何秒か回しながら、なるほどね、これで固めると、そうそうそう、っていうのをやるとだいぶくっついちゃっていかなくなるんで、あのジップでさ、うん、作り方の詳細教えてくださいって言われて言った時も、うんうんうん、詳しく言ったんだけど、うん、7分間はい入れるとちょうどいいです、うん、あの冷たいし、グミってこれ今あったかいじゃん、うん、だからちょっと食べる時にぬるいいちご飴になっちゃうと美味しくないので、はい、あとグミの硬さもしっかり冷やした方が美味しくなるから、うんうん、それで一番いい時間はどれぐらいかなって測ったら7分だったので、7分間このまま放置していきます。はい、これいきますか。マスカット、マスカット、マスカットもいちごと同じ要領でぐるんと回す、はいはいはい、1回でね、1回で、でここもお尻のところを切る、はい、でやったらまたこれだけで大丈夫、はいはいはい、で同じで、このフルーツとフルーツもくっついちゃうので、うん、離したところでね、くるくるするんですか。長野パープル、長野パープル好きなんで、で長野パープルはちょっとお尻が大きいから、うん、この刺すところ、うん、緩いのね、うん、緩いとこうぐるんって回すとさ、串がぐるんって回っちゃうから、うんうん、もう刺して上にかける、あ、だから置いて上にかける、なるほど、ね、みたいな感じにして引き上げるだけ、ぐるぐる回すというよりは上下を返すぐらいの感じでやって、同じ感じです。すごい、宝石じゃん。うん、ということで7分間入れていきたいと思います。7分経ちました。はい、そしたら、うん、これちょっと、まあ、前使ったから穴開いちゃってるんだけど、うんうん、100均とかでこの発泡スチロールのレンガが売ってたりするので、うん、これをこれにこう刺していくっていう感じにすると、うん、クッキングシート引いた上でも結構くっついちゃうのね、うんうんうん、だからあの刺して、あのリンゴ飴みたいな感じで刺して置いておくといいと思います。はい、でこの水から出して水気を切ります。はい、ここに刺していく。
これ絶対消した方がいいと思う。綺麗。綺麗。で、したら、はい、みかんやっていこうと思うんだけど、はい、みかんちょっとやり方変えてもいいですか？多分ね、これ、うん、グミつけてこの上にこうやってやると、うん、落ちてきちゃうと思うんだよね、はい、ここの皮が薄いから、はい、なのでここで支えを作りたい、うん、ということでこれマスカット結構頑丈なんで、はいはいはい、この子に支えてもらいます。なるほどね。さっき刺したところはちょっと別のところを刺してこういう感じにするとかなり安定すると思うんで、これでグミつけていきます。すごい、なんかセーラームーンとかのサブキャラに言いそうだ。変身道具みたいな。変身道具感じにしてつけていきます、はい、これもかなり回転しやすいから、うん、置いてかける。なるほどね。かけるだけで持ち上げる。おお、綺麗だね。すごこれいいじゃん。これいいね。でこれもう固まるまでは一旦持ちながらね。持ちながらの方がいいと思う。1、2分こうやってあのつけずに持ってれば、うん、ある程度離しても大丈夫なんで。はい、それじゃあ7分経ちましたんで水を切っていきます。で、またここに刺す。すごい。って感じで、あのもう一列じゃあ作っていきますか。はい、できた。可愛いです。綺麗だね。綺麗、宝石です。じゃあ食べていきましょう。できた。すごい、かわいいね。やっぱいろんなフルーツね。かわいい。俺これ食べたいんだけど。いいよ、食べて。いい、こっちから食べよう。こっちから食べようか。じゃあいただきます。はい。うん、うん、めっちゃ甘いみかんなのかもしれない。そういうみかんかもしれない、うん、元のみかん食べてなかったからさ。うん、長野パープルいただきます。はい。うん、おいしい。うん、けど、うん、いちご超えではない。うん、俺もね、いちご超えじゃないかな。なんかめっちゃ甘いんだよね、やっぱ。そう、めっちゃ甘い、うん、酸味の強いいちごとやっぱ相性が良かったりするから、うんうん、長野パープルそのまま食べた方が美味しいかも。みかんはね、うん、缶詰のみかん、好きな人は好きかも。シロップ漬けみたいなの、うんうんうん、ちょっとこれ食べちゃった。ん？こっちで。じゃあマスカット。うん、いちごは超えない。そうなの。やっぱいちごなんですよね。うん、いちごなのかも、うん、酸味の強いフルーツがやっぱ合うのかもね。そう、甘くなっちゃうんだよな、どうしても。別に美味しいけどね。うん、ちょっといちごいっていいですか。はい、じゃあ最後いちご、いちごいただきます。いただきます。いただきます。うん、やっぱり一番うまい。いちご合うね。いちご合う。